こんばんは、ハムオです。この動画を作り始めたのは土日なんですけど、メガニウムの動画作ってる最中に、ポケモンスカーレットバイオレットのメガニウムレイドやってないことに気づきまして、まあ、急いでね、ラウドボーンを使ってクリアしたんですけど、それでね、ちょっとふと思ったんですけど、パルデア御三家ってポケスリにいつ実装されるんですかね。結構気になってるんですけど、まあ、個人的には来校が発表されたタイミングが確かポケモンデーだったと思ってて、そこで、まあ、新しい御三家が追加されます、みたいな発表があるのかなと予想してたんですけど、まあ、まさかのね、来校炎帝水君だったんで、まあ、予想は外れてしまったんですけど、関東御三家、上都御三家、ともに強いので、まあ、新しく実装される御三家も多分強いんだろうなって思うし、まあ、どのね、シリーズの御三家が出てくるのかって結構楽しみにしてるので、次、どの御三家になるんでしょうね。はい、ちょっと話がそれたんで、どうでもいいんですけど、4月22日からフラワーフェスティバルイベントが開催というところで、まあ、イベントの動画とかは別で出しているんですが、イベント期間中、草タイプとフェアリータイプのポケモンがピックアップされる形になってます。で、その中でも優先度が高いのを考えると、まあ、こんな感じかなと思ってて、その中でも、まあ、優先度が最も高いチコリータの厳選妥協ラインっていうのを今回お話ししていければなと思ってます。元々のポケモンのゲームもそうなんですけど、ポケスリは結構ランダム要素が多いので、まあ、厳しすぎる厳選基準を持ってしまうと、まあ、なかなか辛いものがあるんですよね。やっぱりどうしてもめちゃめちゃいいサブスキルとか性格とかを SNS で見てしまうと、まあやっぱりね、自分もそれが欲しくなってしまうんですけど、だいぶ確率的に厳しいものがありますね。で、ポケモン1体に対して、まあ、どのぐらいランダム要素があるかっていうと、こんな感じになっていて、まあ、性別、食材構成の、まあ、第2、第3食材、サブスキル5つと、その順番で、性格というところで結構多いんですよね。まあ、性別に関しては、まあ、ほとんど性能には関係ないので、まあ、Lレイドに進化できるかどうかぐらいかな。まあ、今後もそういったポケモンは出てくるかなと思うんですけど、まあ、性別以外に関しては、バリバリ能力に関係してくるので、結構ね、ランダム要素は多いって形になってます。で、サブスキルとか性格を考えるにあたって、まあ、中には持ってるか持ってないかでかなり差がついてしまうような、ものっていうのももちろんあるので、まあ、その辺に関してね、今回お話ししていければなと思っています。プラスで現状、ポケモンスリープは、レベル55までしか解放されてないので、75と100のサブスキル、それから食材 C っていうのは、今回の考察ではあまり考えないようにしています。まあ、そもそもポケスリは結構レベリングが大変なので、まあ、そう簡単に75とか60にできないかなと思ってるし、まあ、そもそもそこまでこだわってると、まあ、無課金的にもね、結構厳選ハードルが一気に上がっちゃうので、まあ、できる限り考えないようにするのがいいんじゃないかなと思ってます。というところで、今回はこんな感じでお話ししていくので、気になるところだけでも見ていってもらえればなと思います。まずはメガニウムの基本性能ですね。得意なもの木の実。木の実の種類がドリの実。お手スピが2800、食材確率 17.44、スキル発動率 4.6% という形になってます。食材構成はカカオ、蜜、ネギという形になっていて、まあ、デザートとかサラダに使えて、まあ、食材としてもかなり貴重な、カカオを第一食材に持って、で、どの種類の料理でも、まあ、よく使う蜜っていうのを第二食材に持つポケモンになってます。メガニウムは進化回数、捕まえやすさ、純粋な性能、どの視点から見てもポケスリの中で頂点に立つようなポケモンの一匹であることはまず間違いないかなと思うので、まあ、今回せっかくイベントでピックアップされているので、まあ、この機会に強めのチコリータっていうのをゲットできると、まあ、パーティーのエースになることは、まあ、ほぼ間違いないかなと思うので、まあ、頑張って厳選することをお勧めしたいかなと思います。ではメガニウムの役割っていうのをお話ししていこうかなと思うんですけど、木の実タイプのポケモンになるので、まあ、基本的な役割としては、まあ、木の実でエナジーを稼ぐことかなと思ってます。できればカビゴンの好みに合った木の実得意のポケモンを使うのが、まあ、効果的なので、まあ、メガニウムに関してはラピスラズリで使うのが最も活躍してくれるかなというところですね。で、食材に関しては、カカオカカオのメガニウムとカカオ蜜のメガニウムがいるんですけど、まあ、個人的にはですけど、どちらの構成でも十分強いかなと思ってます。で、メガニウムに関した話ではないんですけど、やっぱり AA 個体っていうのが、まあ、使ってて非常に使いやすいなと最近感じています。最初の頃は、
いろんな食材を持ってくるポケモンの方が、1体で集められる食材の種類っていうのがやっぱり多いので、そっちの方が強いんじゃないかって思ってたんですけど、実際に第一食材と第二食材が違うポケモンを使ってみると、まあ、ほとんど第一食材を持ってこなくなるんですよね。まあ、これは単純に第一食材の方がまあ個数少なくて、第二食材の方が持ってくる個数が多いので、50%50% で持ってきたとしたらみたいな感じなんですけど、やっぱり木の実タイプのポケモンであったとしてもそれなりには食材拾ってきてくれるので、 AA 個体っていうのはもうこいつはこの食材を拾ってくるっていうのが確定するので、結構料理とかを考える上で当てにしやすいんですよね。まあ、なのでどっちかっていうとやっぱり AA 個体の方が使いやすさは抜群かなと思います。っていうのと、まあ、単純にカカオが食材として優秀なので、まあ、余る分にも困らないっていうところもありますね。でも実際僕が使ってるメガニウムはカカオ蜜の子になるんですけど、まあ、十分強いかなと思ってます。まあ、食材はばらけてしまうので、少量のカカオとそれなりの蜜を持ってきてくれるという形にはなるんですけど、まあ、サラダの種類、よく瞑想スイートサラダを使うんですけど、まあ、それの蜜要因として活躍してくれているし、まあ、デザートの週だと、まあ、大爆発ポップコーンをよく作るんですけど、まあ、それが作れない時にチョコケーキを作るんで、まあ、そのチョコケーキ要因としても頑張ってくれているし、まあ、カレーの時はね、カカオを使うレシピが個人としてはちょっと作りづらいので、まあ、追加食材として使うか、次の週のサラダデザートに向けて、まあ、食材貯蓄するっていう役割も持てるので、まあ、正直ね、どちらでもいいのかなと個人的には思っています。そもそも木の実得意のポケモンの、まあ、メインの役割っていうのは木の実によるエナジー稼ぎなので、まあ、サブスキルだったりとか性格の方を、まあ、どちらかというとこだわりたいかな、優先度的に思うので、まあ、食材構成に関しては、まあ、AA だったらラッキーだな程度でいいんじゃないかなと思ってます。で、ここからはサブスキルと性格の影響度っていうのを見ていくんですけど、結構種類があるので、まあ、全体的にそのどのサブスキルが強い、どのサブスキルがちょっと微妙っていうのはあるんですけど、ポケモンの役割特徴に合ったものがついてるのがいいのかなと思うので、まあ、メガニウムにとって、各サブスキルがどのぐらいの影響を持つのかっていうのをお話ししていければなと思います。で、影響を確認するときにはこちらの表を見ると分かりやすいかなと思っているので、よければ参考にしてください。こちらを見るとね、木の実 S とオテスピっていうのは影響範囲が広いんだなってことが分かっていただけるかなと思います。ではまず最初、リサーチ EXP ボーナスと夢のかけらボーナス。まあ金色のスキルなのでレア度は高いんですけど、まあ、ポケモンのお手伝い能力に直接影響しないサブスキルになっていて、まあ、個人的に狙うべきスキルではないかなと思います。まあ、ただリサーチ EXP ボーナスをつけることで、まあ、リサーチランクが上がりやすくなるんですけど、リサーチランク上限まで行った後っていうのは超過した分を夢のかけらとして入手可能なので、それはそれでね、無駄にはならないかなと思うんですけど、強いて狙うスキルではないのかなと思います。続いて睡眠 EXP ボーナスですね。こちらもさっきの2つと一緒で、まあ、ポケモンのお手伝い能力に直接影響しないサブスキルにはなってるんですけど、睡眠 EXP ボーナスをつけると、まあ、睡眠で得られる経験値が 14% アップするので、まあ、長期的な目線で見るとこのサブスキルを持ってる方が、まあ、トータルで稼ぐエナジーっていうのは、まあ、増えるんじゃないかなと思ってます。っていうのと、まあ、パーティー全体にかかるので意外と効果が大きいので、狙うべきスキルかと言われると個人的にはノーかなと思うんですけど、まあ、結構ポケスリってレベリング大変なので、あったら嬉しいかなっていうぐらいでいいかなと思います。続いて元気回復ボーナスで、こちらもお手伝い能力に、あまり影響がないサブスキルになってます。効果は睡眠で回復する元気が、1.14 倍になるというところで、これはね、プレイスタイルによってかなり評価が分かれるサブスキルかなと思ってて、毎日睡眠100点を取ってる人からしたら、まあ、ほぼほぼ効果がないようなものなので、不要なスキルになるかなと思います。ただ、全員が全員、まあ、毎回100点、8時間半睡眠が取れるとも思えないので、まあ、大体の人は、まあ、60点から80点ぐらいだと思うんですよね、睡眠のスコア。そうなると、100% 元気回復せずに、まあ、60とか80の状態で、まあ、1日が開始してしまうので、で、結構元気っていうのはお手伝いの能力に影響するので、まあ、起きた時に回復する元気が 1.14 倍になるので、結構効果としては、まあ、いいサブスキルかなと思います。あとは、まあ、元気ダウンの性格のポケモンの、
まあ、デメリットを打ち消しにも使えたりするっていうところもありますね。続いて木の実 S で、木の実得意のポケモンにとって最も重要なサブスキルはまず間違いなく木の実の数 S かなと思います。シンプルに強くて木の実で稼ぐエナジーが 1.5 倍になるんですよね。続いてお手伝いボーナスで、全てのポケモンにとってかなり強いサブスキルと言えるかなと思います。パーティー全体に効果があって、しかも効果の内容がお手伝いスピードが速くなるっていうところなんだし、まあ複数あっても効果が、上限はもちろんあるんですけど重複するので、まあ、かなり強い、サブスキルかなと思います。続いてスキレベアップ M と S で、全てのポケモンにとって強いサブスキルかなと思います。基本的にメインスキルが発動すると弱くなるポケモンっていうのはいないので、まあ、強いサブスキルになります。まあ、ただこれがどれぐらいの影響度をもたらすかっていうのはメインスキルの性能に依存するので、まあ、メガニウムに関して言うと、まあ、そこそこ高いかなって感じですかね。続いて最大所持数アップ系ですね。木の実得意のポケモンには基本的にはいらないサブスキルかなと思っています。まあ、木の実タイプになんでいらないのかっていうと、やっぱりさっきも言ったんですけど木の実によるエナジー獲得が、まあ、主な目的になっていて、所持数を超えた分っていうのは、自動的に木の実に変換されてカビゴンに与えられる、まあ、いわゆるいつの間に育成っていうのになるんですよね。ちなみにこんな画面が出るので、まあ、皆さんご存知かなと思います。なので木の実タイプのポケモンは基本的に木の実を稼いでほしいので、最大所持数を超えると、まあ、確定で木の実になるっていうのもエナジー的な観点で言うとやっぱ強い部分なんですよね。で問題としては、所持数を超えた状態で食材とかスキルっていうのは集められない、発動しなくなるので、まあそこがねちょっと問題点かなというところ。続いてお手スピ系なんですけど、こちらもお手ボと一緒で、まあ、全てのポケモンにとってかなり強いサブスキルになってます。お手伝いの速度自体を底上げするので、木の実、食材、スキル、すべてにいい効果をもたらす、サブスキルかなと思うので、かなり優先度は高いです。次が食材確率アップ系というところで、まあ、こちらのサブスキルは、ポケモンの役割によっていい悪いが変わるかなというところ。で、木の実得意のポケモンで、とにかくエナジーを稼いでほしいっていう場合であれば、食材確率はなるべく下げて、木の実ばっか拾ってきてくれる方が、まあ、トータルのエナジーという意味では強いんですけど、まあ、ただ木の実得意のポケモンが拾ってくる食材で、まあ、料理がうまくいくパターンっていうのは結構ね僕も体感として感じてるし、なので個人的にはですけど、あの食材確率アップはわざわざ上げる必要はないかもしれないけど、まあ上がっててもまあ問題ないと思っていいんじゃないかなと思います。最後がスキル確率系で、全てのポケモンにとってこちらも強いサブスキルになってます。まあ、メインスキルがね発動して悪い方向に進むことは基本的にはないかなと思います。ではここからそれぞれのラインを説明していこうかなと思ってて、まず、最低ゲーラインというとこなんですけど、お手スピが下がっていないこと、まあ、これが最低限の、まあ、厳選基準かなと思います。まあ、正確でお手スピが下がっていたとしてもお手スピ M があれば相殺できるので、まあ、その場合は、まあ、問題ないのかなと思うんですけど、やっぱり影響範囲がかなり広いんですよね。拾ってくる木の実の数にも直結するし、全体の総合獲得エナジーにももちろん影響、やっぱりお手スピは下がってほしくないかなというところですね。続いて妥協ラインなんですけど、こちらは皆さんご存知の通り木の実 S を持っていることですね。やっぱり木の実 S ってめちゃめちゃ強いスキルで、木の実得意のポケモンにとってはやっぱ最も重要なサブスキルと言って過言ではないのかなと思います。単純に木の実で稼ぐエナジーが 1.5 倍になるので、まあ、やっぱりエース級のポケモンってところを考えると適正のフィールドじゃなくてもね無課金とかだと、まあ、パーティーに入れることにはなるかなと思うので、まあ、最低限木の実 S 持ちっていうのは厳選対象にしたいかなというところです。で次が頑張りたいラインというところなんですけど、木の実 S を持っててお手伝いスピードが、まあ、上がってる個体って形になってます。例としては木の実 S 持ちながら性格でお手スピが上がってたりとか、木の実 S を持っててレベル50までにサブスキルでお手スピ S もしくはお手スピ M があるみたいなパターンですね。レベル50までのサブスキルと性格で、まあ、木の実 S プラスお手伝いスピードが何段階か上がっている、これを満たすことができればもう十分無課金からするとかなり強い個体と言っていいんじゃないかなと思うので、まあ、自信を持って厳選終了したりとか、まあ、育成に取り掛かってもらっていいんじゃないかなと思います。まあ、逆にこれ以上望みたくなる方も多いかなと思うんですけど、これ以上の厳選ってかなり厳しいので、まあ、個人的には木の実 S プラス
オデスピちょっとでも上がってる個体が出れば、まあそれで厳選終了という形にしてますね。最後、できれば元気ダウンを避けるというところもさっき記載させていただいたんですけど、オデスピダウンっていうのは、まあなんともならないので、必須条件としてオデスピが下がってないことっていうお話ししたんですけど、まあ、元気ダウンに関してはいくつか対策があるので、まあ、枕を投げたりとか、元気エールだったりとか元気オールで補助してあげるってことも考えられはするんですけど、まあやっぱり基本的にその元気が下がってしまうとお手伝い速度に影響するので、まあ要するにスキルとか食材にもね影響する形になってしまうので、まあ、お手スピが下がるよりは影響は大きくはないんですけど、回復してもらった時に回復される量っていうのも下がってしまうので、極力で元気ダウンは避けたいかなというところ。最後は神個体ラインというところなんですけど、木の実 S とお手棒を持って、まあ、まず間違いなく神ラインと言っていいかなと思います。木の実 S とお手伝いボーナスってポケスリの中でも最上位のサブスキル2つなので、まあ、やっぱりね影響範囲も広いし、お手棒に関しては重複もするしというところで、かなり強いサブスキルになってます。あとはどんなサブスキルがついても問題ないかなとは思うんですけど、いいお手スピが上がってるとなお良いって言っていいのかなと思います。最後にエナジー影響順位っていうのを見ていこうかなと思うんですけど、こんな感じですね。メガニウムに対してサブスキル1個もしくは性格を1個つけた場合のエナジー増加量ランキングを、まあ、こちらにまとめてあります。これの見方はすごい単純で、一番上に行けば行くほど効果量が高くて、下に行けば行くほど、効果量が低い、もしくはマイナスになってるという形になってます。で、ここに、性格による EXP アップも入れてないんですけど、直接お手伝い能力には影響しないのかなと思ったので、一旦除外させていただいています。で、元気に関しても、本当は入れようかなと思ったんですけど、まあ単純な評価っていうのが結構難しいかなと思ってて、パーティーにヒーラーがいるかどうかでも結構変わってきたりするので、まあ一旦元気もこの表からは省いているという形になってます。まあ、とはいえ、お手スピよりは、影響度が低いパラメータになってるところだけ覚えてってもらえればいいんじゃないかなと思います。で、メガニウムに関しては役割として、木の実得意のポケモンなので、まあ、エナジーをとにかく稼ぐっていうのが役割になってくるので、サブスキルと性格っていうのは、まあ、上から順番に選ばれていっている個体であればあるほど、まあ、強いっていう形になります。なので、ご自身で捕まえてもらったチコリータの、まあ、サブスキルと性能を見て、まあ、これのね、どのぐらい上のやつで出来上がっているのかっていうのを、確認するのに使ってもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、というところで今回は終わろうかなと思います。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。